そんな大した収穫量じゃないけども、毎日毎日、なんかすげえ疲れてます。でも当てにしてもらえるんで、ね、毎日出すとね、うん、本当に酢の大事やね。春キャベツが待ち遠しい、うん、そのためにやっぱりできれば無農薬でいきたいと思っているので、もみがら君たの力をお借りしたい。あの株元にドスタリア、うん、あそんなとこかね、うん、まあ玉ねぎはどうなるかちょっとよくわからんけど、でナスがまだ全然片付けられてない。本当に。オクラを片付けの途中なの。まあほぼ片付いたんやけど、うん、大変やった。本当やね。マルチを捨てたくないので。ああ、そうかそうか。ね、今どんどん増えてるんだけど、うん、それを畝間、マルチとマルチの畝の間の通路に使い古したマルチを敷いたり。あとはダブル、トリプルのマルチを。去年僕、あ、一昨年それ、やってたんだけど、ナスに。耐暑性、暑さを防ぐためにマルチを何重にも張る。断熱マルチ構造になるのかどうかわかんないんだけど。マルチばっかりにします。もう草がすごいことがよくわかったんだ。こんな暖かいもんで、冬でもこうやって雑草生えてくるっていう。すごい。うん、で、もう、まあ来年の秋冬野菜、秋、冬野菜はもう絶対マルチや。本当にね。まず張ればそれでいいわけで、うん、もう雑草が強すぎる、うん、本当に。あとあそこに茎ブロッコリーのところにアーチ支柱があるんだけど、あれスリート貼ってあります。あれがムクドリ、ヒヨドリ余計のこう、まあ、そんな手間じゃなかったので、うん、ちょっとやったんですけど。そうやね。まあ、話聞くと、近所の農家さんに聞くと、うんうん、まあ、ここら辺、まあ大丈夫。なんでかっていうと、他に食べ物が、あそこら辺果樹とかあるんだけど、うん、他に食べ物があるもんで、ここは通り過ぎていくっていう。ほうほうほう。でもブロッコリーの葉に糞を見つけたので、うん、そのかない1週間ぐらい前に、あ、これはもうそろそろ来るなってことで、うん、まあ念のために、うん、はい。まあちょっと今日もこれ動画編集して明日かな。あーねー、そんな大した収穫量じゃないけども毎日毎日なんかすげえ疲れてます。でも当てにしてもらえるんで、ね、毎日出すとね、うん、本当に酢の大事やね、うん、うん。圧倒的にもちろん畑借りる前、畑借りたぐらいに、その出荷点数はすごい多い。個数で言うと、すごく多いって言っても20か30袋。うん。もうちょっと増やしたい。うん。まあ、今手間がかかるものばっかりで、収穫自体も手間かかる。あ、そうやね。うん、まあやっぱトンネルやるとちょっと気が来るもんで、病気が来がちになるんやけど、今のところ大丈夫。うん、よかったね。
やっぱあれやって真冬は、うん、まあ、小さい株だけど、うんうん、3株ずつとか4株とかサニーレタス3株とかね、うん、普通なら1株で十分だけど、うんうんうん、春秋やったら、うん、それを3株ぐらい、うんうん、ちっちゃいな株、うん、いやそれで十分かなと思った、うん、柔らかくてこうえぐみがない、うん、はい、雨の日の収穫は嫌。じゃあありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。